エメ君もしくは、エメ君くは、フランスの作曲家、指揮者、教育者。1914年から1944年まで、トゥールーズ音楽院の院長を務めた。トゥールーズ大聖堂の教会学長であった父、アロイス君を父に、トゥールーズにおいて12人兄弟の大家族に生まれる。家庭環境は音楽的で、母親はパリ音楽院で、 ルイーズ・ファランクとセザール・フランクに支持しており、長兄はニーデルメー宗教音楽学校を修了後にパリで教会オルガニストを歴任した。両親から音楽の早期教育を施された後、地元の大聖堂の付属学校に通い、早くも父の作風を真似ていくつか宗教曲を作曲した。その後、トゥールーズ音楽院に進んでデオダドセ・セブラックと同期生となり、 1894年にはソルフェージュやピアノ、火星法で受賞している。1895年にパリ音楽院に入学し、作曲をシャルルルヌブーに支持する。1902年に5度目の挑戦でローマ大賞作曲部門を受賞した。この時の敗者がモーリス・ラベルであった。ローマ留学中はメディチソーでフローラン・シュミットやアンドレ・カプレと知り合い、信仰を結んだ。 1907年に帰国するとパリのアポロ劇場のオーケストラの指揮者に就任した。1911年にはサンサーンスの誘いに乗ってオペラを完成させたが、その後はオペラを作曲していない。1914年にトゥールーズ音楽院の院長に迎えられ、30年に渡って学校の運営を監督した。1927年にはワーグナーの楽劇、 ニーベルングの指輪の1928年には同じくワーグナーのパルジファルのトゥールーズ初演を指揮している。1944年に教育会と演奏会から引退するが、それまではトゥールーズ放送局でも指揮者として活動した。晩年は作曲と旧作の工程に取り組んだ。声楽曲、とりわけ宗教曲の作曲家であるとともに、還元楽曲や、 室内学も手掛けている。ドビュッシーやピエルネ、デュカ、サティ、ルーセルよりも後に生まれた世代だが、極端な反音外技法や火星とリズムの冒険を避け、旋律の優位を遵守するなど、自流と距離を置いた作風をとった。教育者として活動するためパリから地方に移ったことにより、中央の楽団との接点をほとんど持たなかったという点や、同世代に比べて、 より伝統的、保守的な音楽趣味を持っていたという点では、ギーロ・パルツやポール・ラドミローと似ている。1996年より、英明君教会によって、忘れられた作品の再発掘が進められており、例えば1999年には、聖セ,セシリアのミサ曲が録音されている。家系は、ボヘミア系であって、君ツとするのが正しいとする説がある。ただし、 父親の性の綴りから見て、当時すでに5末の C を TS とする読み方が通用しなくなっていたものと推測される。親子で性の綴りが違っているのは、父親が性の綴りを変えていたためである。キャサリン・カウフマン・セインとマーティン・インレディクス・ヨネア・デ・トゥールーズ・ヌーベル・エド・ル・バティアーズ2004。ありがとうございます。